あの今週で一番どうでもいいニュース取り上げますけどもあのここ1週間の全てのニュースの中で一番どうでもいいニュースがこれですね立民代表選、うん、<laughs> なんでこんなに盛り上がらないんでしょうねだってまあ野党第一党っていうけど支持率低すぎてまたね野田さんがねこの会見の時にね政権交代 前夜って語ったんですよ。どこがやねんと。<laughs> どこがやねん。政権交代前夜に見えてんの <laughs> いやだって、政権交代前夜って言ったら、明日日が昇るときは政権交代って意味ですからね。だからもう、ね。野党の支持率が与党の支持率を かなり上回ってると。で、いよいよ選挙に臨むっていう時が政権交代前夜ですよ。これ前夜どころか、これからどんどん闇が深くなっていくような状況でね、え、す、すごい精神力。ここ、どう見たら政、政権交代前夜なんでしょうかね。ちょっと私は理解がね、えー、無理ですね。でね、こうやって見ると、 もう、泉さんももう、もう無理でしょ。なんか今後、ね、えー、この立民をいい方向に導いていく感じがないよね。で、吉田氏って <laughs>、とりあえずなんか無理やり女性一人入れないと、 ほら人権化とかね男女同権化とか散々言ってきた政党でね一人も女性がいないというわけにもいかずまあ連合が無理にこうね送り込んできたというかまあ強引にというかこの人誰みたいな,な一期生らしいですよね一期生で代表選でしょ だから見たことも聞いたこともないわけよネタ作り,、ね、タ作りはい、はい、これ多分あのリフトで隣の席に座っても絶対気づかないゴンドラで向かいの席に座っても絶対気づかないというかええー、でで野田さんと枝野さんだから結局エースはこの2人しかいないのよそこが問題なのよね だからもうなんか若手でねもう顔になってガンガン引っ張っていけそうなそういうね議論ができる人ビジョンを持ってる人カリスマ性のある人がいないんですよええそしてもう無理やり出してきたらもう枝の野田だ,だけでもう手札がないんですよねこれやばいっすよスカスカだから若手が育ってないはいスカスカですよええうん だからもうなんかこれで立民のダメさ加減というか、だからね、野党がしっかりしてないのが今の日本の悲劇でもありますよ。えー、で自民がダメだダメだって言うけど、それ以上に立民がダメですからね。はい。だから、反自民の受け皿になれないんだから。ね、はい。えー、誰がなったらいいですかって、誰がなってもダメでしょう。うん、はあ。もう沈んでいくだけじゃないですかね。うん。 どううでもいいといとか日本の政治に何の影響も猫パンチですらないというね何の影響もないですよはい <laughs> えー、でなんか23日に決まるのかなうん,なんでまたこの日程なんだっていうのありますけどもねというわけで一応野党第一党ですからね あとはいえね維新がねなんかぐんぐん伸びていく感じも見えないしねええー、維新が野党第一党になるとだいぶ変わってくると思うんですねええー、憲法改正に向けた弾みがつくと思いますよええー、だってほら立民は憲法改正反対でしょええー、こんなのが野党第一党なわけですよで維新が第一党になるとねええー、かなり 動きますね、政治がね。憲法改正にぐぐっと近づきますね。だから、維新はぐんぐん伸びてきたんだけど、もうなんか頭打ちになっちゃった感じがします、今のところ。だとほら、やっぱね、地域関西の地域政党であるという殻をね、まだまだ抜け出せないんですよね。もう東京とかも全然ダメだし、東もう関東、以北はもうほぼ、あの、死にたいになっちゃってますから。 だから関東以北で議席取り始めないと維新はだめですねだからちょっともう頭打ちになっちゃってますけどここからまたね成長路線に戻れるのかもしくはもう、えー、頭打ちのまんまいっちゃうのかですよねはい <coughs> まあちょっと早くね野党第一党が改憲政党が野党第一党になってほしいなと思います